ハイム・ブーヒエンタールは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のアシャフフェンブルク郡に、属す、マチソンで、メスペルブルン行政共同体の本部所在地である。ハイム・ブーヒエンタールは、バイエルンのウンターマイン地方、シュペッサルト自然公園内のエルザファ川の谷上流部に位置している。町内を、州道2308号線が通っている。 ハイムブーヒエンタールは1管区、3地区で構成されている。ハイムブーヒエンタールは、北はメスペルブルン、東は市町村に属さないロールブルンの森、南東はダムバッハ、南はエッシャウ、南西はエルゼンフェルト、西はハウゼン、北西はライダースバッハと境を接している。ハイムブーヒエンタールという地名は、中古ドイツ語で熊市でを意味する単語、 平原没収に由来する。文字通り、熊市でが茂る谷という意味である。地元の方言ではこの町をヒームスケジョルと呼ぶ。歴史的な資料や文献に登場する。この町の表記には以下のものがある。ハイムブーヒエンタールは1282年に初めて文献上に記録されている。この集落は1495年に裁判所、所在地として記録されている。 世俗化により、この大艦艦区は、マインツ選定公領と共に、新たに創設されたアシャフフェンブルク公領となり、1814年に、フランクフルト大公国の一部として、バイエルン王国に併合された。1862年7月1日に、別クスアムとアシャフ,フェンブルクが創設され、ハイムブーヒエンタールは、その管轄下に置かれた。1939年、 ドイツ国全土で軍の故障が用いられることとなった。ハイムブーヒエンタールは旧アシャフフェンブルクの33市町村の一つとなった。この軍は1972年7月1日にアルゼナウィン・ウンター・フランケン軍と合併し、新たなアシャフフェンブルク軍が成立した。1982年に盛大な700年祭が催され、これに伴いいくつかの観光施設が設けられた。 ハイムブーヒエンタールの町議会は、市長を含め15人で構成されている。この町の町長は、リリーガーシュテンガーである。図柄、赤字に、銀の波体、その上に3枚のブナの葉が交差して配置されている。波体の下には、紋章の円から現れる銀の歯車が描かれている。紋章の歴史、紋章のブナの葉は、シュペッサルトサンチ地なーブという地理的位置を表すと、 共に、町名の一部を語呂合わせで象徴している。波体は、エルザファー側の谷という立地を象徴している。波体と歯車の組み合わせは、18世紀から19世紀にヘルハンバーで稼働していた製鉄工場を示してもいる。銀と赤の配色は、1803年まで、ハイムブーヒエンタールがその領主権の下にあったマインズ、剪定工業の色である。 マインズ選定校のアムトには8つの集落が含まれており、一定の自治権が与えられていた。この文章は1981年9月から使用されている。ハイマーテンホーフ支流から1キロメートル西側にハイマー天保府省集落がある。ここにはホテルや旅館に囲まれた大農場がある。旅館のすぐ近くに鹿屋駄間地下の広い放牧場がある。 ヘルハンマー周遊から約4キロメートル南側のエルザファー川の谷にかつての製鉄施設を有するヘルハンマー小集落がある。13世紀末に狩りの城ムーレン城とエイリン館役場が初めて記録されている。1535年に領主の館は壊されており、すでに近くにメスペルブルン城を有していたインゲルハイム博はここに農場を設けた。 ヘレンホーフという農場名は近くのヘル峡国にちなんで名付けられた。1700年頃に水車で駆動する最初の製鉄所が稼働し、農場名にちなんでヘルハンマーと名付けられた。この製鉄所は1795年にゲオルクルートビヒレックスロートに譲渡され、19世紀初めまでアシャフフェンブルク工領で最も古く、最も生産性の高い製鉄所とされていた。 1830年頃には100人ほどがヘルハンマー集落に暮らしており30人まで受け入れ可能な学校が建設された1891年まで製鉄が続けられたが最終的には農場の建物に再び改造がなされた見どころは主老がある使用人の家領主の館、学校であるこの建物には鍛冶屋が住んだ森の中には レックスロート家の古い墓地がある。ハイムブーヒエンタールの聖マルティン教会教会と、礼拝堂2013年のこの町の一般税収は146万4000ユーロで、このうち31万6000ユーロが営業税によるものであった。2010年現在、この町には2軒の農家がある。以下の施設がある。ありがとうございます。